そんな炎天下の中、今日から秋の交通安全運動が始まり、中央区の晴海では白バイなどおよそ130台が出動式に臨みました。出動式は午前8時半から晴海で行われ、第一方面交通機動隊の白バイ111台をはじめ、警察車両およそ130台が参加して、松本春夫交通部長の訓示を受けました。今日から始まった秋の交通安全運動は、高齢者の事故防止や飲酒運転の根絶などを重点目標に今月いっぱい行われます。今年の都内の交通事故による死亡者の数は昨日までで181人で、去年に比べて3人増えています。二輪車の事故が特に増えていることから、警視庁は全国の目標とは別に二輪車の事故の防止を掲げて取り組んでいます。